ソウル。俺のコスモよ、奇跡を起こせ。さあ、どの戦いを紡ぐのかお選びなさい。またあなたは負けることはない。私は信じています。海王ポセイドンとの死闘から数日後、243年前の聖戦でアテナによって封印された魔塔が崩壊し、閉じ込められていた冥王ハーデスの108人のスペクターが復活した。地上の愛と平和を守るため、新たなる聖戦の火蓋がここに切って落とされたのである。ポセイドンとの戦いが終わり、平和が訪れたかと思われた地上世界だが、新たな、そして真の危機が訪れようとしていた。ついにこの時が来たか。243年間わしはこの五老峰の大滝の前に座したまま、一歩も動かず監視し続けた。それももう終わりのようじゃ。ここから西へ千キロの彼方の秘境、そこには全聖戦においてアテナが邪悪を封じ込めた巨塔がそびえ立っている。だがそのアテナの封印ももはや効力を失う時が来たのじゃ。今こそその封印は解ける。そして冥王ハーデス率いる108の魔聖が闇の底から蘇る。この地上を暗闇と恐怖によって支配するために。だがアテナとアテナを守るセイントがいる限り、ハーデスたちの思い通りには決してさせん。新たなる聖戦が今再び始まるのじゃ。非常事態が発令され、守りを固めるサンクチュアリに奇怪な現象が起こっていた。慰霊地に眠るセイントたちの墓が内側から崩したように荒らされ、兵士たちが亡霊のような敵に襲われたのである。そして第一の宮、白陽宮を守るゴールドセイントヌーの前に、ボロ布をまとった謎の男が現れたのだった。あなたはムーよ、お前に命令する。12時間以内にアテナの首をここへ持ってくるのだ。いかにあなた様のご命令といえども、それだけは。バカめ、
このお方に従わぬことがどれほどの罪悪かよく分かっているよ。そうだぞ、ムーよ。な、何？お前たち、キャンサーのデスマスク、ディスケスのアフロディーテ、未だに成仏できず、死霊となってさまよい出たか。死霊ではない。俺たちは冥王ハーデス様に忠誠を誓い、新たなる命を与えられたのだ。さあ、ムー、そこをどけ。アテナの首は俺たちが取ってきてくれるわ。どかぬというのなら、力ずくで従わせるのみよ。ゴールド戦艦の使命は何とにも砕けぬ。君ごときの技、このアフロディーテが粉砕してくれる。ファイト。何アンド、なぜお前たちのゴールドクロスを守っているのか。甘いぞ。冥界の宝石のように黒く光り輝くその感じは、いわば死の国のクロス。さあプリス、冥王ハーデス様に忠実なる死の国の戦士、スペクターの証よ。お前の技なら、何これ、アフロディーテが粉砕してくれる。触れるもの全てを噛み砕く。何これ、ピラニアンローゼナ。やってみるがいい。このクリスタルボールを破壊することなど結局はしない。命と引っかけるハーデスの装備になり下がり、アテナのお命まで狙いに行っているのか。かつてはアテナの戦意とか。繁盛して黙れ。この世でぬくぬくと生を貪っているお前に、死の世界の恐怖は分かるまい。そこをどけ、ムーよ。お前はあのお方に逆らうつもりか。あのお方に逆らうつもりか。死は決してできはしないか。お前たちまで柿が通ると思っているのか。いい加減にせぬか、ムーよ。この二人は私に従ってきたのに、お前のしていることは全て私への反逆になるのだ。ムーウィナー、さあ舞い戻れ、死の国へ。私もまだまだ未熟です。いい加減にそこをどけ、ムー。この白妖球を敵から守るのがアリエスのムーの使命。たとえ殺されたとしても通すわけにはいかん。ならば望み通り殺してくれるわ。死ね、ムーよ。待て、ムー。どうしたんだよ一体。デスマスク、アフロディーテ、これは夢か、それともこいつらは幽霊なのか。ムー。幽霊ではありません。冥王ハーデスの戦士、スペクターとして蘇ったのです。ハーデスのスペクター。ハーデスこそアテナを倒すべき真実の敵。ハーデスとの新たなる聖戦のために、アテナは私たち戦意とこの時代に生を受け、サンクチュアリに集ったのです。だからポセイドンが復活した時もゴールドセイントたちはサンクチュアリから動かなかったのか。だったらムー、俺も戦うぜ。それは無用です。今すぐ帰りなさい。え、ここはもはや君のようなブロンズセイントの来るところではありません。立ち去らない。アテナの名のもとに死を与えます。死？これはアテナのご意志なのです。え、嘘だ。俺たちはアテナのセイントなんだぜ、ムー。これは何かの間違いだ。沙織さんにアテナに会わせてくれ。やかましい。お前たちはもう用済みなんだよ。さあ早く消えろ、ブロンズのクソガキめ。消えるのはお前の方だ。やってやるぜ。来い、デスマスク。来い、
デスマスク、本当のカニみたいにあぶく服までやってやる。早く消えろ、ブロンズのクソガキめ。ファイト。なんだそのボロクロスは。ムーに修復もしてもらえんとは哀れなやつ。そんなボロクロスでこの俺様に勝てると思っていそうか。お前を倒すのにクロスなんか関係ない。今俺はものすごく頭にきてるじゃん。やってやってやりますってやるぜ。手加減しすぎたかな。とどめだ、デスマスク。どうして俺に攻撃を。言ったはずです、早々に立ち去らねば死を与えると。俺はもうアテナのセイントとして様子見なのか。セイ、安らかに眠りなさい。スターライトエクスティンクション。消えた、セイヤの体が。スターライトエクスティンクション、相変わらずの恐ろしさよ。だが私の目までごまかすことはできぬ。ペガサスをどこへ飛ばした。どことおっしゃられる。死の国以外に行く先はありません。まあよかろう、たかがブロンズの子供一人。デスマスクにアフロディーテよ、アテナの首を取ってまいれ。言ったはず、この白妖球を死んでも守るのが私の使命だと。さあお前たち、まいり死の国へ。アライト、エクスティンクション。マニー、うわー。デスマスクにアフロディーテよ、お前たちの肉体は完全に消滅し、死の国へ逆戻りした。ゴールドセイントの誇りを忘れ、アテナのお命を狙った報いだ。もう二度とこの地上に戻ることはできない。愚かなのはむしろお前の方だぞ。その二人を消したところで戦いが終わるわけではない。むしろお前にとって辛いことになっていくのがわからんのか。お言葉ですが、それでも引くわけにはいきません。ハーデス、108人のスペクター全て片付けるまで。108人のスペクターのことではない。アテナの首を取りに来たのはデスマスクとアフロディーテだけではないのだぞ。なんですって。